仮葬場の骨上げの様水遺骨は死者の骨のこと。個人に敬意を払い、ご遺骨、お骨とも言う。発骨化した遺体や仮葬によって骨だけと化した、ぶっこ者の体を指す。一体、もしくは一柱と数える。通常の日本の葬儀の場合、国別式のご遺体は仮葬場において仮葬にされ、遺骨は親族などにより骨壺に収められる。 骨壺に収められた遺骨は、自宅に安置、または寺院に預けられ、墓地、または納骨堂があれば、仏式の場合は49日、新式の場合は50日祭りまでに墓地に収める、されるのが通例であるが、仮装した当日に墓地に埋葬することもある。墓葬式の納骨では、納骨堂に赤土を敷き込み、骨壺より納骨袋に移し替え納骨するか、 遺骨のまま納骨することが喫相とされている。エホバの承認では遺骨を手元に置いておくことは偶像崇拝とみなされるため遺骨は仮想場で処分される。2019年新型コロナウイルス感染症等の感染症による死亡の場合、感染拡大防止等の観点から遺族による治む骨が禁じられる場合もある。一人の個人の遺骨を二箇所以上の異なる場所に分けて、 脳骨することを分骨という。なお、場合によっては、分骨ごとの埋葬許可書が必要となることもあり、また、一度脳骨された遺骨を分骨する場合は、関係者の立ち会いが必要となる。分骨をする場合は、メインの骨壺から分骨用に用意された小さい骨壺に移すのが通例となっている。もちろん骨上げの際に分ける場合もある。 墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらい、石材店に依頼して破壊しから遺骨の一部を取り出す。分骨先の墓地などの管理者に分骨証明書を提出し、納骨する。葬儀者に分骨を希望する旨を伝え、分骨用の骨壺の手配、仮想場管理者に対する仮想証明書の発行手続き申請を依頼する。仮想場管理者に分骨証明書を発行してもらい、 火葬場で分骨用の骨壺に分骨してもらい、分骨先の墓で納骨する。骨を拾うなどの慣用句にも見られるように、遺骨は死者の形見の一つとして大切にされてきた。そのため、遺骨争いが起こることもある。遺骨を砕いて粘土に混ぜたものを核にして養殖真珠にしたり、遺骨に含まれる炭素を利用してダイヤモンドにしたりできる。遺体をペンダントトップに収めたり、 上実の宝石をジェリーに加工したりして、身につける人もいる。フリスビーを改良し、フリスビー関連スポーツを普及させた、エド・ヘドリックは、異界で、記念のフリスビーを作ることを望んだ。遺言通り異界の入ったフリスビーが作成され、販売もされた。AB、遺骨を、ダイヤや真珠に手元供養が静かなブーム。アエラドット、朝日新聞。 2018年8月23日閲覧。AB 遺骨をダイヤモンドジュエリーにするサービス完成品が美しすぎると話題に。イロリオ2018年8月23日閲覧。フリスビー開発者が死去会はフリスビーに。cnn.co.jp2002 年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月23日閲覧。フリスビー・インベンター・ダイズ。BBC ニュース。2018年8月23日。閲覧。フジテレビトリビア普及委員会。トリビアの泉。第3巻。平野本講談社。2003年。90ページ。ISBN978 から40億6352万7049。ありがとうございます。